APEC が行われるフィリピンのマニラでは、TPP に参加する12カ国による首脳会合が開かれました。すべての首脳が画期的な成果で今後の世界経済に影響を与えるなどと大筋合意を評価しました。また会合の中で安倍総理は、国民に丁寧に説明し、必要があれば国内対策を講じていくと強調しています。